MLB 大谷翔平、ここ5戦で3本塁打。ドジャースの大谷翔平が2番 DH で出場し、4打数1安打1本塁打1四球。1回の第1打席で2試合ぶりの安打となる7号先制ソロを放ち、チームの大勝に貢献。ワンアウト走者なしから、3年連続2桁勝利中の難敵ウアンバシットのスライダーを右翼席に運んだ。ここ5戦で3本塁打となり、リーグの本塁打ランキングはカージナルスオズナの9本に続く2位タイに浮上した。チームは大谷の先制ソロを皮切りに打線が爆発。3回に打者一巡の猛攻で6点を奪うと、その後も加点し、今季最多の12得点。今季初の5連勝となった。むちゃくちゃブーイングされててその初打席に黙らせるホームランというのが本当にエンタメ性の塊だわな。両リーグでホームラン王を頼むぞ。味方が頼もしすぎる、なおどにならない。ホームラン打った後も楽しそうで何より。アンチにまだ得点圏打率言われて悔しいから早く上げてくれ。相変わらずチャンスだと打たねえからそこでギリギリアンチが頑張って生き生きしとる。